ルーベンスの工房作。スウェーデン国立美術館所蔵。ポリフィロの愛の戦いの夢の差し絵。サンビシンは、バロック期のフランドルの巨匠ピーテル・パウル・ルーベンスが1620年から1624年頃に制作した絵画である。油彩。主題は、ギリシア神話のサンビシンである。ルーベンスはこの作品を、ヤンブリューゲル二世と分業して制作している。 現在は、ウィーン美術アカデミーのコレクションを展示する、造形美術アカデミー絵画館に所蔵されている。また本作品と関係があるとされる素描画、ロンドンのコートオールド美術館に、工房作のバリアントが、ストックホルムのスウェーデン国立美術館に所蔵されている。三美神は、森の中で横一列に並んで立ち、バラで満たされたかごを、両手で高々と掲げている。 彼女たちの肌は輝くように艶やかであり、バラのカゴを掲げる姿はむしろ季節の三女神ホーラのようでもある。三美神は芸術家たちに人気のあった主題であり、ルーベンスもまた三美神を繰り返し取り上げている。ルーベンスは三女神をシエな大聖堂に所蔵されている古代の彫刻作品に代表される向き合って輪になったポーズではなく、 女神の姿をしたシチューカリアティードとして描いている。この発想はすでにフランチェスココロンナのポリフィロの愛の戦いの夢の挿絵の基本画で表現されている。そこでは三女神は噴水の彫刻として背中合わせに立ち頭上に容器を支えている。ルーベンスは画面右の女神のポーズをねじり干渉者に対して背中を向けさせることで女神たちが画面左から 絵画の空間に現れたように見せている。さらに枝と枝の間にカーテンをかけることで、バラの花が咲いている空間を強調している。ルーベンスは本作品を工房で分業して制作している。ルーベンスは女神の裸体を描き、左の幹及び木の枝にかけられた布のカーテンを描いている。対して、バラの花、花籠、木々の枝葉、背景を描いたのは、 ピーテル・ブリューゲルの孫にあたるヤン・ブリューゲル2世と推測されている。こうした文行はアントウェルペンでは珍しいことではなく、ルーベンスは他の分野の優れた画家と共作をすることで作品に付加価値を与える反面、自身が単独で制作した作品の価値をより高め、貴重なものとしていた。制作経緯は不明だが、おそらく彫刻作品のデザインと関係がある。 1624年に友人の彫刻家、ゲオルク・ペテルがルーベンス家に滞在した時、ゲオルクは画家のデザインに基づいて3点の小彫刻を制作した。そのうちの1点が三美神であり、女神たちのポーズは本作品を忠実に立体化したものであった。この点から本作品はルーベンスがゲオルクの彫刻のデザインに関わっていた時期に構想され、 制作されたと推測されている。ゲオルクの彫刻は1626年にバッキンガムのコレクションに加わった後に失われたが、ブロンズの複製が現存しており、ボストン美術館に所蔵されている。またルーベンスは、すべての作品を注文によって制作したわけではなく、あらかじめ聖書画や神話画を制作して、在庫として抱えておき、コレクターに、 複数の作品をまとめて売り込むこともしたようである。本作品もそうした経緯で制作されたのではないかと推測されている。1822年までオーストリアの外交官であり、美術コレクターであったアントン・フランツ・デパウラ、ランウェルク・シュプリン選手ンシン伯爵の膨大なコレクションに所属していたが、同年に伯爵が死去すると、他のコレクションともにウィーン美術アカデミーに依存された。 スウェーデン国立美術館所蔵の工房のバリアントに関する記録は18世紀まで遡ることができる。1768年に最小マグヌス・デラ・ガーディエのコレクションとしてストックホルム近郊のシグトゥーナのベンガルン城に記録されている。その後スウェーデンの王室コレクションに加わり、グスタフ三世史後のインベントリに記載されている。さらに3年後の1795年、 絵画はストックホルムの王立美術館に移され、1866年にスウェーデン国立美術館に収蔵されている。ルーベンスは他にも以下のような三美心を描いている。ありがとうございます。